オルマンのシーバ塾、職業釣り師のオルマン雅也です。今回のシーバ塾は名作ルアーについての授業です。ベイエリアキングビーフリーズ、これもうビーフリーズいったらね、ラッキークラフトさんでできたね、固定重視のシンキングタイプのミノなんですけど、まずこのビーフリーズの出会いなんですけど、今から多分ね、20年以上前になるんですけど、雑誌でですね、ラパラに負けないみたいな感じのシンキングミノとして紹介されていたんですよね。で、作ったのはもう皆さんの TD 練習で作られたジャッカルの加藤誠一さんなんですけど、まあ当時ね、20年以上前だとソーラス条約もなかったので、ベイエリアでの釣り場が非常に多かったんですよね。もうその時はテクトロ、ジャーク、壁打ちでは相当釣らさせていただきました。でこのビーフリーズの凄さなんですけど、ただ巻きがね非常によく釣れる、もうラパラに負けないぐらいの感じでしたね。特に657、8と65でいったら、ただ巻きでいったら僕65の方で釣っていたので、78の凄さ、まあ、固定重心から生まれるダートでしょうね。もうロットアクションのキレもビシバシ決まって、もうパンパンパン飛ばしてパパッパッつってバーンって壊してたんで、ほんとダート、ただ巻きたくさんシーバス釣らさせていただきましたね。やっぱ固定重心からのキレはやっぱ釣れた時に効果的でしたね。で、あとあれですね、もう今までこういうシャット系ってリップ弱いんですよ。ところがね、やっぱこれ分厚いので、この強いリップもね、バーンってぶつけても割れることなかったので、そういうとこがビーフリーズの売りかなと思ってました。当時からね、657、8、100とね、いろいろあったんですけど、どれも良かったです。特にね、100、ビーフリーズ100はですね、河川のね、ボトムノックパターンでね、当時今からもうソルトオーダー創刊号の表紙は、実はね、ビーフリーズ100のね、ボトムノックで釣らさせてもらったね、未だにその記憶はしっかり覚えてるんですけど、まあね、実際このビーフリーズ100以外はね、6578はもう明らかに五木シーバス、もうね、手早くパン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 弾丸のスタイルに向いているので、もう五木シーバスはたくさん釣らさせていただきました。で、実際今はですね、ラッキークラフトさんからビーフリーズシリーズはね、たくさんのアイテムが出てるので、もう皆さんのフィードに合ったものがあると思うので、そちらの方は、ラッキークラフトさんのホームページからチェックしていただくのがいいと思います。で、ただね、やっぱビーフリーズ、弱点も当然あります。固定重心ということで、飛距離がやっぱ出ないですよね、今のルアーと比べてたら。そこがまあデメリットかなと。あとね、数がね、釣れるルアーなので、サイズ選べなかったです。まあ2、30センチから70とか、まあもうほんとバラバラ。もういろんな魚が反応する。まあ要は、よく釣れるルアーイコール数釣りルアーなので、まさにもう当時のね、数釣りルアーがビーフリーズだったんではないかなと思っております。現在ですね、取り扱ってるお店が少なくなっているので、もし見つけたら1回6578あたりを試してみていただくのはいいかなと思います。あとね、川のね、玉砂利のボトムパターンで覚えたのはビーフリーズ100なので、玉砂利のね、リバーでやる方にはビーフリーズ100がおすすめかなと思います。展開的にはベイト系のルアーなので、マイクロベイトとかね、バシとかには弱いので、ベイトサイズがちょっと若干大きめですよね。7、8センチの時に強いルアーだっていうのを覚えておいてほしいと思います。まあおすすめのサイズからなんですけど、僕の中でビーフリーズは65ですかね。65はもうテクトロとかジャークもたくさん釣らせていただいて、ただ巻きでもよく釣ったので、まあ、僕の中では65かなと思います。で、あと足場の高いところではね、ビーフリーズのね、ロングビル、特にトゥイッチとかジャークとかすると、ロングリップの部分もさらに78よりスライドするのでよく釣れたっていうのも覚えておりますね。僕一番ビーフリーズの中で釣ったのはレーザーグリーンヘッドチャートなので、これは今でもあるカラーなので、試してみてください。ビーフリーズの使い方なんですけど、まあ、ただ巻き、1秒に1回転、1秒に2回転、もしくはロットアクションのジャーク、ジャッジャッジャ、あとトゥイッチもいいのでね、キビキビのアクションなのでテクトロにも向いているし、初心者の方でもプルプル伝わるので、そういう入門者の方にも扱いやすいシンキングミノだと僕は思っております。概要欄にビーフリーズのおすすめサイズとカラーを載せていますので、チェックしてください。またビーフリーズでは、攻略しにくいマイクロベイトに効果抜群の固定重心ミノをシーバス大学で公開しています。気になった方は概要欄かここをクリックしてください。チャンネル登録もお願いします。おすすめルアーの発売情報や新作動画をお届けします。